あ、皆さんこんにちは。あ、今日も本当暑かったね。なんかすっげえ。皆さんボーナスとかってどんな感じですか？俺結局ね、もういや本当ね、いやまさかの少なさ、うん、俺あんなにボーナス少なかったの、それこそ、うん、数年、いやもう数年ぶりとかじゃないな、かなり久しぶりかもね、あんな少ないボーナスっていうかね、臨時収入は。冬はね、完全にもうないから期待しないでくださいって言われたからね、ないって言われたからはっきり、まあ俺の場合そこまで、まあボーナスがもともとどっさりくれるとこではないんだけどね、まあ、まあお金だけで言うのはね、まあ俺はもうやる気ないけど、あの期間工とかはすごいもらえるよね、あれ。なんか伝送の人らとかすごいもんな、あれ。まあ俺の知り合い伝送機を多分おったけど、なんか満了金がすごいんだあそこは。まあ残業、まあ今どうかわからんけど、当時残業とかめちゃめちゃ、なんかほぼ12時間でやってたから、もらえるって言ったかな、月収だけでもう20、30近くあるって言ったね。満了金か、だから半年ごとの満了金がもう40とか50の世界。普通の中小企業でも今そんなにくれるとこないからね、もうすげえなと思うけど、まあ、ただ仕事はハードやけどね、ああいう自動車の機関工とかって、まあ俺はもう年齢的にやろうと思うけど、まあ今はねちょっとコロナの影響でそこまで多分仕事はないかな。なんかスバルが今なんか大量募集はしようみたいなね。まあ俺は行く気ねえけど、うん、まあ、だいたい期間工程も40、まあ年取っても40万だな、うん、まあでも今働き方改革とかあるからね、そこまで多分昔ほどは稼げなくなってるという感じもするけどね、各自動車メーカーが発売するけど、どうなんかね、まあ日本国内は多分売れんだろうな、うん、つうか日本国内は今車免許すら持ってない人もなんかどんどん増えるからね、まあね、車でも維持費がかかるからね、鈴木の各地なのと思うけど、この 1、2年は本当、うん、修理費で結構飛んでいっとるのな、あの、ついこの間だったら、車検で
サイドブレーキはなんか浮かれとったよね。だからこれ修理代かかったので、まあ、従来車検普通に車検受けるだけだから5万以内で済むんやけど、もう9万ぐらいかかったからな。まあ、その前なんかは、ミッション変えたやろ。ミッションはもう限界来てるから変えた方がいいですよって言われたから、まあ、これがねまた、ぐらいいったっけな、8万ぐらいかかったかな。その前は、サーモスタットが壊れてて、まあ、おかしくなってて、これでも2万ぐらいか。でその前はオルタネーターか、オルタネーターって、まあ、電装部品なんやけどね、これが完全に死んでしまって、まあ、変えたけどね、うん、新品のやつに。それまではね、なんかほとんど壊れたりとかなかったのね。10年間はなんか全然、壊れたりとかなかったね。去年ぐらいからちょっとは、あ、一昨年ぐらいからもう連チャンでね、壊れて、まあ、今13年目なんやかな、この車に乗って。うん、まあ、だから大体ね、中古買うんだったらね、まあ、俺が大体5万キロ未満で買っとるけど、3万キロか、3万キロので、13年前に買ったけど、まあ、10年間は多分3万キロ未満だったらノーメンテでいいけど、まあ、オイル交換は必要やけどね、うん、だから今からスズキのカプチーノとかホンダンビートとかを探してる人は、まあ、走行距離だけはね、あの5万キロ未満、これにこだわって探した方がいいと思う、うん、10万キロとか行っとったらね、すぐダメになるからね、うん、すぐあちこちが壊れてくるから、うん、まあ結構ね、探してる人も多いかもしれないな。まあ、ビートとかカプチーノって中古しかないしね。まあ、でもなんか新しい部品とかどんどん人気車だから作れるらしいけどね。なんかビートなんか確か新品の部品なんか作ってるってなんか聞いた記憶があるな。コンピューターかなんかかな、あれちょっと忘れたけど、それがカプチーノだったらなんかタフネスエンジンっていうのがあるよね。ちょっと高いんやけどね、通常のエンジンより、あれ30万ぐらい出して買えるやつがあるけど、走るし、ブレーキもね結構効きがいいし、うん、あとやっぱねトランクが結構広くてトランクルーム使えるね、うん、と、うん、だからあんまり人を乗せない人とか、ね、彼女ぐらいしか乗せない人は全然買ってもいいと思う、うん、まあ友達が多い人とかはねちょっとあんまおすすめせんけど、そういう人には、うん、まあ、俺も当時ね20代の時に買う予定だったんだけど、やっぱその時ね結構友達とかと4人とかでね移動とかする時にね、やっぱこういう車買ったらもう無理になるから、まあ、それで断念したっていうのはあるけどね。まあ親にも反対されたのもあるんやけど、うん、まあ全然だからセカンドカーとして買うんだったらいいかもしれない。メインとしてはちょっと、まあ俺はこれこの車完全にメインで乗ってるんやけどね、うん、まあ、お子さんがおる家庭なんかはまあまず無理やし、でも
セカンドカーで買ってもええとはもう余裕がある人はね、経済的に、うん、全然本当遊べる車なんでこれ、うん、じゃあまあちょっと、うん、以上です。まあ皆さん明日も暑いんでね、気をつけてください。では。